皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら、デスドアです。見下ろし型探索アクションアドベンチャーゲームとなっております。簡単に例を挙げるとゼルダ系のアクションゲーム。探索しながら謎を解き、敵を倒していって進んでいきます。主人公はカラスの子。死神として働いている。そんなある日、ソウル、死者の魂が盗まれてしまいさあ大変。なんとか取り返そうってんで、死神の扉デスドアをくぐったのであった。物語のあらすじはこんな感じ。そんなカラスの死神が頑張るゲームデスドア。のお値段はこちら、2050円となっております。個人的にこの面白さでこのお値段は圧倒的買い一択。2021年12月18日現在で、圧倒的に好評とのレビュー。これには私もにっこり。そんなおすすめなゲームを簡単に紹介したいと思います。まずこのゲームをやってパッと思い出すのがゼルダの伝説。ゼルダよりもやや難しい。ちょっぴりソウルライクな感じ。道中の謎解きはそこまで難しくなく、ストレスなく進めると思います。敵との戦闘がやや難しい。死にまくるほどでもないけど簡単でもない。全体的にかなりバランスの良いゲームだと思います。BGM よし、戦闘バランスよし、難易度よし、謎解きよし。一つケチつけるとしたら、敵 AI がたまにバグる。泳ぎという概念がないので、水の中に入るとダメージを食らって強制的に戻ります。敵が水の中に入ると即死します。この水の周りをぐるぐる回って敵と追いかけっこしてると、少し時間が経ったところで敵が水に飛び込みます。仕様なのかバグなのかわかりませんが、簡単に強敵を倒すことができる場面がありました。それ以外はとても良い作品だと思います。とってもおすすめですよ。探索型のゲームなので、もしかしたら面倒くさいと思う方もいるかもしれません。それが新しい能力や武器を手に入れた時、もう一度初めから行けるところを探すこと、新しい能力でギミックを解き行けるところを探して進んでいくのが、醍醐味ではあるのですがやや面倒くさくなることもあり、このようなゲームをする場合、道中行けなかったら覚えておく必要がありますな。今まさに次どこに行くんだべ状態でさまよってるところ、攻略したマップを念入りに調べてるところです。先に進む道が開けるのもありますが、新しいアイテムを手に入れることもあるので、能力を得たら一からまた探索するようにしています。で、いろいろ探索していたら、ひび割れた行けそうな場所があるではありませんか。左上の4つの特殊能力から、右の爆弾を選んで攻撃すると壁を壊すことができます。で、先へ進んだら、中ボス登場。このゲームの戦闘での攻略方法は、ヒット&ウェイ&遠距離攻撃が最適解、と個人的に思っており、攻撃を当てた敵は基本ノックバックや、ダウンなどしません。ほとんどの敵がスーパーアーマー持ち、相手の攻撃モーションが見えたら即回避。自身の HP は4つ、4回ダメージを食らうと死にます。この手のゲームは攻撃を受けた際、点滅で無敵時間を作ったりしますが、このゲームは無敵時間が短いもしくはないに等しく、ダメージを受けた直後すぐにダメージを受けます。こっちはダウンしたりしますので、敵に置き攻めをされます。むやみに敵に真正面から突っ込むとあっという間に死んでしまうので、ヒット&ウェイ&遠距離攻撃が最適解と個人的に判断しました。今使用している武器はハンマーですが、他に剣や短剣などあり、振りの速さや振りの回数が違ってきます。短剣は振りの速さが速く、そして6回ぐらい連続して攻撃することができるのですが、1回あたりのダメージが低め。ハンマーは1回あたりのダメージは多いのですが、連続して2回までしか振れないし、フルスピードもやや遅い。この戦いをご覧になってわかると思うのですが、2回3回と武器を振る時間はない。なので、1回あたりのダメージが大きいハンマーを使っております。まあその辺は自分の戦略に合った武器で戦うといいと思います。あ、ちなみに回復アイテムなどありません。あと体力1しかありませんが、このままやるしかありません。という夢を見たんだ現象といって、何度もリトライすることができますし、死んだことによるデメリットは特にありません。トライ&エラーで何度も挑戦しましょう。何度もやっても倒せないとなったら一回そこは諦めて、敵を倒したりアイテムを取ったりで貯めたソウルで能力を上げることができます。攻撃力、攻撃速度、回避能力、遠距離攻撃力、この4つを上げることができます。個人的にはどれ上げても使えると思っていて、攻撃力はもちろん、攻撃速度も初段が速いとヒット&アウェイがしやすいし、
回避能力を上げると、回避速度が上がるのでこれもヒット&アウェイがしやすい。自分は近接攻撃と、遠距離攻撃はボス相手だと比率的に1対1で使います。なので遠距離攻撃力も上げておくのも必要。どうしても倒せないと思ったら、一度本拠点に戻り能力の強化をしてみましょう。3回目の挑戦で、残り HP1 でしたがギリギリの勝利。ストーリー進行には関係ないのですが、このボスを倒したことにより新たな便利な能力を得ることができました。ボムの爆発に巻き込まれないようになりました。近距離で敵にボム攻撃をした場合、爆発に巻き込まれ自身もダメージを食らっていたのですが、それがなくなりました。まあまあないよりかはいいですね。回復は特定な場所でアイテムを使用して1回だけ回復することができます。何回も回復できません。道中本拠点に帰れる扉があります。本拠点に帰れば何度も回復することができますので、扉を見つけたら1回は帰っておくといいでしょう。最後の能力はフックショットです。これで遠くのオブジェクトにフックショットを引っ掛けて移動することができます。これによりさらに行ける場所が増え、新たな場所に行けるようになりました。今まで歩んできた道をもう一度おさらい。といった感じで進んでいき、大体初見で挑んでも10時間から15時間でクリアといったボリューム。他重要なアイテムとして、HP を増やすアイテム、MP を増やすアイテムなどもあります。それらも探しておくと戦闘も有利になることでしょう。冒頭でも言いましたが、このお値段でここまでの面白さは買い一択。年末休みのゲームをお探しの皆さん、ぜひデスドア遊んでみてはいかがでしょうか？といったところで、今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。